は早い裏のスペースへ、スピードがある古橋、古橋がシュートだ、キーパーセカンドパッシュ、岐阜逆転、フルスプリントで行きました。小野よく詰めていました。いやー、小野よくいましたね、これ一気にロングカウンターですけど、まあ、本来であれば、ね、追いつかないと言いますかね、ところをマイボールに、古橋だからこそマイボールにしましたし、ここかなりの距離走ってきて小野も、はい、で、あの低い弾道だったんでね、ボールスピードと、完全にこれあの小野を捕まえきりませんでしたもんね。ここは古橋のスピードがいけました。でシュートで後ろから本当に60メートルぐらいフルスプリントしてきた小野だったんですが、またですねこれね、ゴール前詰めた